はいどうもあきです。えー、プラマラ3つ目最後いきます。えー、燃えんのと燃え盛る大地です。えー、大地じゃないや大玉大翼,大,翼大きい翼。はい。で、液ドナの中に、えー、火の歴流を4体覚醒してるやつを入れてください。スキルレベルは全部1で大丈夫です。で、フレンドは適当に火属性の、副属性も火、もしくは火の属性だけのやつを連れていきましょう。もうで、超簡単です。 ドロップを消すだけ。液ドナネのね、リーダースキルで全部倒していけるので、はい、プラマラなんでね、プラスがもちろん落ちます。ここも普通にいいと思いますけどね、一番単純明快でわかりやすい。でもまあ、それはね、封印の塔とかには勝てないけど、一番こう、なんていうんですかね、脳死で回れる。はい。で、何気にペンドラ落ちますしね。 はいで上の方でコンボしてなるべくこうコンボつながらないようにしましょうねほら2個落ちるんですよで最後は歴竜を4発打てば勝ちですはいこんな感じでもうね何も考えずに終われる一時前はこれがね一番だったのに最近いろいろ変わっちゃいましたよねプラモラもでもまあこれでもまだこれでもいいんですよっていう紹介でした皆さんやってみてくださいアディオス